どうですか、今のバルサは。あ、良くなってきましたよね。まあ、一応結果的にもね、あのラリーガでも3位まで上がってきてはいますし、うん、まあ、言っても あれじゃないですか、前森田さんと話した時に、はい、うん、もうあのサイドバック張らしたまんまインサイドハーフの質に頼んないでほしいっていう話したじゃないですか。いや、僕もそうっす。それこそ、はい、なんですかね、局面前からの守備の形と、はい、後ろからつなぐ形両方ちゃんと考えたい監督だと思うんですよね。これは僕もそう思います。ってなった時に僕は今のその、まあ、全部やろうとして結果ちゃんとつなげないじゃないですか、アラホとかだと。つなげないですね。それこそうまい下手、足元のうまい下手だけじゃなくて味方からボールを引き取る位置が悪かったりするじゃないですか、うんうんうん、っていう風になると当然それで味方は前にボンって蹴んなきゃいけなくなったりとか、あとアラホだけのせいじゃなくてチャビのこれ哲学というか考え方なんですけど、サイドバックを低い位置で張らせすぎるんですよ、うんうんうん、であそこってハマるじゃないですか、うん、でそれをまあ修正する気ないっていうか、そこは人で剥がせばいいって思ってる可能性があるんですよ。ああ、なるほどね。だから結構ここは杯とかいろいろ見てて思うんですけど、3バック可変とかそんな使わないじゃないですか、チャビって、うん、中盤露骨に下ろしてきたりとか、うん、ああそういうことね、うん、はい、でダニアベスとかは自分の裁量でちょっと内側入ったりしますけど、アセチクとか前からはあって4-4-1-1-4-4-2です、うん、はめてくるときってそのまま広がっちゃうんで、うん、結果後ろで回したときにもうセンターバックまでのセンターバックからサイドバックに出すで戻そうとしたときにセンターバックのパスコース切られてるともう前に蹴っちゃうんですよね、うんうん、ってなると、まあ、アセチクボールになったりするじゃないですか、うんうん、でそうすると守備の時間が増えて 4-1-2-3 だけどガビが出てったりして 4-4-2 になる時間が増えるみたいな、うん、で広いスペースの中で守りきれなくてみたいな、だからいろんな局面を想定してそれ一つ一つ頑張って仕込んでるんですけど、結果守備の局面は多くなってるっていう、うん、攻撃を手放す構造になっちゃってるっていう、でこの構造を変革する気はチャビなさそうなんですけど、ちゃんとサイドバック中に入れて、ね、たまりにくくして、うん、でセンターバックボール運びながらインサイドハーフとトップでこうずれながら撹乱して、うん、ウイングも入ってくるみたいな、うん、人の質高くこのペドリとかの復帰でなってきて、うん、冬の復帰もハマってなってきて、うん、プラスちゃんと戦術も進化したんで、うん、なんかやっと良くなったみたいな感じ、うん、もうじゃあ早速これ言いますかね。じゃあシャビは名称か、これが名称か、あれですよ、だから本当ラリーガンの子ではトップクラスだと思う、現時点ね、現状ね、ただ、うん、これはもう今の時点で分かんないですよ、相手強くなった時にダンピングフリーとかねってことね、とか今回のクラシックも相手やらかさなかったバージョン、こうね、ベンゼマがいたらとかねとか、うん、アンチェロッティがちょっと冒険しなかった僕はあれ冒険したと思ってるんで、冒険しちゃいましたよ、しましたよあの試合は、うん、普通だってね、ベンゼマの代わりにアセンシオでもよかったわけですから、そうですね、うん、だから冒険しなかったとか、そういう風にバイエルン戦であったアルバいなくなって左確かにガリだったか、まあ幅取れる人いないのにミンゲサ使うみたいな、ああそっかそっか、うんうん、じゃみたいな、このその修正は絶対にうまくいかないよっていうのをやっちゃう時があって、うん、あれをまあ、バルサの監督になってまだ日が浅かったからテンパりだったらいいんですけど、うん、これが相手強くなったり、なんかあれですよ、アジアカップまで森保さんすげえ評価されてるじゃないですか、うんうんうん、相手が親善試合とか弱いで分かったね、うん、これで相手強くなってそこの修正のところもうまくやってくれる、うん、とか、あとはモラタの移籍の噂あったじゃないですか、ありましたね、冬の移籍で結構バンバンね、ありましたね、で今デンベレハマってきてますけど、うん、デンベレもなんでそんな信用するのみたいな、うん、まあそうですね、デンベレは好きですね、チャビはとか、あとフェラントーレスも、うん、なんか点取ってるからあれになってますけど、90分見てると怪しいシーンかなりあるじゃないですか、判断とかあれがね、だからフェラン、そうですね、まあちょっと、うん、まあ、みたいなことで、これが今結果で結構撹乱されてるやつがあるんですよ、それはあります、それはわかります、僕なんで、こういうのが逆に僕はアルテタアーセナルが良くなかった時期とかにもいいって言ってたのは、うん、その戦力揃ってない中でもやれることやってたからっていう、うんうんうん、だこのチャビの場合は相手が強くなった時の修正と、うん、この夏でちゃんと補強と放出して強くなる階段登れるのかみたいな、うん、この2つが揃ったら世界的に僕は名勝だと、うん、でも今の時点だともう普通に悪い監督、この何してんだよっていうまではいかないけど、それはそうするよね、うん、みたいなところに行ってくれたみたいな感じ、
通にいい監督ぐらいのこう、なんですか、だからあの悪い監督だとアダマトラオレを、うん、あのウイングなんですけど中入れちゃったりするじゃないですか。なんかね、うん、ウイングには浮いてるけど中入れてサイドバック上げて、うん、アダマトラオレライン感じゃ無理だよみたいな、まあ話せるって感じでね。そうです、うん、であのウルブスの監督がそれやってます。あ、そうなんですね、うんうん、そうなんですよ、だから良くなくて、うんうんうん、でちゃんとチャビは取ってバルサで晴らしてるじゃないですか。あ、晴らせまくってる、うん、みたいなのをやってくれるんで、僕は申し訳ないですけどウルブスの監督が僕の中で悪い監督です、うんうんうん、でそれをやんないチャビは普通の監督です、うんうんうん、でこっから修正とかあれしてくれるのがいい監督です。今この他の監督だったらサイドバック晴らしちゃうとか中入れたりとか、うんうん、そうだよねそうだよねって増えてるから、あ、ちゃんとこういい監督になってるなみたいな、この感じ考えた的にはね、あのアダマトラオレが、まあ、結構来てバルサに来てよかったなっていうのはあるんですけど、うん、最近こう割と、ね、うん、来た時は結構すごかったじゃないですか、アトリエとかも、はい、うん、キュンキュンだったし、うん、だからちょっとこうインパクトが薄れてきたっていうところで、うん、まあ相手もね研究してくるから、うん、こう1対2で止めるとか、そうそう、はい、ダブルチーム、まあ、ガラコンフライゼンかなとか、そういうふうにして、まあ、頭対策をしてきてるわけなんですけど、うん、ここでのこう、まあ、修正というか、次の参ってですよね。だから、レオさんが言ったこの、まあ、サイドバックがインナーラップするなり、うん、右のインテリオールがこうニアゾンランするなりっていう、うん、ここが結構キーというか、これからあの見たいなっていうところでもあって、うん、いやそれで言うと、なんか僕はね、結構その、今のこのチャビのバルサで、こうインテリオール問題があるなと思って、うん、っていうのはなんかチャビって、まあ、最近ちょっと減ったけど普通になんかペドリーを右のインテリオールに置いちゃったりするんですよね、はいはいはい、うん、で僕はやっぱ左の方がいいと思ってます、うんうん、で僕は普通に左のインテリオールペドリーで右がガビっていうのが、うん、まあ、今のスカッと見た時には普通にいいなと思ってて、はい、デヨングはなしなんですか。だからデヨングはもう申し訳ないけど、もうペドリーとレギュラー説っていう、うん、僕なんかデヨングも左なんですよ。あ、ガビ絶対なんですか。絶対っていうか、あの位置的にね。だからデヨングは右に置いて、でも今飛び出すとかやってるじゃないですか、うん、悪くないですよ、うんうん、全然悪くない、悪くないけど、多分僕はガビが右にいた方、ガビとペドリか、まあ、ガビと別にフレンキー・デヨングでもいいんですけど、うん、の方が僕は多分全体バランスが良くなるだろうなって今見てる。へー、うん、なんかガビあんまあるっすよね。ペドリ、デヨングが絶対で、ガビが途中から出てくるか、左ウィングみたいな。左ウィングが出るかっていうところ、今は。うん。ああ、ミオさん、あれですか、あの、右、左のインテリオール。まあ、ペドリが右で、左、デヨングで、うん、まあ、別に逆の時もあります。別に、あれですね、もう一番調子いい選手使ってほしいですけど、うん、僕は、あんまあ、ペドリは絶対で、うん、ペドリ、デヨングはまず出すかなって感じですね。うん、で、どっちがどっちじゃなきゃいけないは、あんま考えてなかったですね。あんま考えてない。普通にあのインサイドハーフが動き回りながらトップへのコースを開けるじゃないですか、パスコース、うん、でそのトップを降りてくるとセンターバックがついてこなきゃいけないから、うん、あのセンターバックの裏のスペース空いたらインサイドハーフ出てく、もしくはウイングに斜め使わせるみたいな、でそれがあのデンベレの方がうまいですよね、あのアダマより、うんうんうん、で切り替えの守備もアダマもデンベレもするようになっててみたいな、うん、なんかその感じで、うん、なんかいやこう久保建英みたいに、いやそこを左使ったらその現象起きないじゃんとか、うん、あの左ウィング使ってたら中にこう切り込みながらのプレーできないじゃんみたいなのが別にデヨング・ペドリだと僕感じたことなかったです。むしろガビを使わないと起きない現象とか、なんかそういうのあったら知りたいです、うん、いや僕がその右ガビ左、うん、ペドリ、うん、がいいなっていうのは難しいんですけど、例えば結構直近のスペイン代表の試合だと、うん、スペインとアルバニアの試合があったんですけど、でそれ見てて、でペドリ左、ガビ右だったんですよ、あのインテリオールね、うん、だとやっぱりペドリやっぱ左にいると、まあ、あの人何でもできるから、うんうん、もうクロスロール的にこう下がってきて、そうそうそう、も参加できれば、まあ、あのハーフスペースのところでボール受けてターンしてもできるし、うん、もうちょっと引いてきて、まあ、ジョルディ・アルバだったり、まあ、ウィングの選手にスルーパス通したりもできる、うん、とで右のインテリオにガビがいると、あそこにこう縦パスが入った時にガビってこう右側にいてもクルッて反転して、うん、ドリブルで前に持っていけるんですよね、はいはい、これがなんかフレンキー・デヨングはできないっていうか、まあ、特性じゃない、うん、っていうのを考えた時に、やっぱ僕はスペインの試合見てると、やっぱこのペドリとガビの特性がすごい生かされた上でボールが結構循環いい循環になってるっていう。デヨングだとターンができないですか、ワンタッチしてますっけ。
どうしてますっけ、そのラインが。どうしてるか分かんない。僕は右のインテリアでデヨングが出てる時の印象は、まあ多分これシャビから言われてると思うんだけど、結構やっぱ2列目から出てくっていう意識してやってるように、うん、僕には見えるのね。うん。うん、だから、まあ別にそれをもう極端にやらせるんだったらいいんだけど、はい、ってなった時に、じゃあ、まあ、分かんないけど、アダマトラリが右にいるんだったら、でもうダブルチーム含まれてる。で、じゃあデヨングが出てく。うん、このじゃあこのサイドバック、あの時ベースだったかな、なんかここのこの、なんていうんですかね、連携を考えるとこまでやるのか、やらないんだったら、僕は神の方がいいんじゃないかなって今思いますね。うんうん、まあ、理想の話で言うと、僕はあれなんですけどね、ガビ・ペドリのインサイドハックで、フレンキー・デヨングセンターバックなんですよ。あ、そうなんだ。これちょっと聞きたいですね。僕はあれです。フォーバックでセンターバックですか？フォーバックでセンターバック。ああ、なるほどね。ただ、アラウホが良くなってくる前の案です、ね。ああ、なるほどね。アラウホが良くなってきたんであれなんですけど、うん、フレンキー・デヨングって、ぐんぐん運んでくるじゃないですか。だから、アヤックスの時、本当そうだったんだよね。で、あれなんです。だから、アーセナルのベン・ホワイトのイメージですよ。うん。あの人、足速いんですよ。うん。フレンキー・デヨングが足速くて、昔よりも体強くなってて。体強くなってる気がする。うん、で、アンカーに使うと動かない。イノが大事になるんで、センターバック、相手のツートップの間とかいて。特にバルサなんかはね。うん。ケラーとそこブスケツの方がいいんですよ、全然、やっぱり。だって思う。僕もそれはそう思う。で、ブスケツがあれな時は2個でいいと思うんですよ、僕。ああ、アンカーね。うん。ってなってくると、で、ガビ・ペドリ使いたくて、ケシエも来そうじゃないですか。ケシエ、もうどうなの、まあいいや、ケシエ来そう。ってなると、右ピケにして、左でヨングにして、うん、運ばせながら、カバーリング、残ってるアルバとか、ブスケツにやらしてみたいなのとか思ってたんですけど、うん、ちょうど森田さんのペドリガビでっていう案聞いたら、うん、あ、じゃあちょうど僕センターバックにも置いていいんだったらそれで同時起用して、なあ、そう、ここも使えるかもしれない。だからそうなるとインサイドハーフもアンカーもセンターバック2枚もどっからでもゲーム作れるようになるんですよ。しかも走れるからね、まあ、ブスケツはちょっとそんなに、まあ、走んないけど、その代わりポジショニングはもう天才的なんで。で、中央にオバメヤンかメンフィスを置いたら、中央がっつり訳分かってる選手だけで固めて、うん、とあと両サイドバックですよね、アウベスもデストもアルバも、まあ、偽サイドバックもできますから、うん、であと中央のこの三角形っていうんですかね、サイドバックも含めて、うん、ここでしっかりゲーム作って、あとは両サイドの、まあ、戻ってきたらファティ最高ですけど、最高だね、フェラントーレス、デンベレ、アダマで、もうここでかく乱して寄せた後に、はい、じゃあサイドでどうぞっていう。そうだね、だこれが一番いいなって思うんですけど、うん、ただもうチャビはデヨングセンターバックで考えてないらしいし、うん、まあ嬉しいことにアラフも成長してるんで、普通に世界的に見て今インサイドハーフが一番僕揃ってるチームだと思います。バルサ、バルサ、まあ悩ま、嬉しい悩みですけど、ね、嬉しい悩みです。だから2個が出れないなんて異常っすもん、うん、確かにね、まあ、そこにケシで取ってきました。まあ確かにね、